はいどうも、パチオです。えー、っとね、今日は、あのー、最近ちょっと忙しくて動画撮る余裕がないというか、ね、あれ、動画、あの、普通の映像で撮って、で携帯に落とし込むのに、<laughs> <laughs> それなりに時間かかるので、ね、まあ、ドラクエをの、のただひたすらレベル上げをしながらフリートークをしていこうと思うんですけど、なんかやばいっすね。あのー、コロナのことはね、 気にしてたんだけどこまさかこのタイミングでねドイツ銀行がなんか事実上の破綻みたいなあれ破綻って言っちゃっていいのか悪いのかちょっと分かんないんだけどうーんいやあのいつか来るっていうもう早いか遅いかみたいな話ではあったんだけどあれはねマジでやばいのね。 あのリーマンショックの比ではないからあのリーマンショックの,あの何十倍何百倍規模のはずなんだよでただでさえねちょっと最近アメリカもの株がバブル的な上がり方しててねで、まあ、日本まあそれにつられて、まあ、日本の株もねそんな実態がないけどそこそこ上がってたみたいな。 で結構いろんな相場の株、あのお金がね、あのがね、いろいろ上がってたんだけど、あれに関しては本当にやばいんで、そのドイツ銀行の破綻に関しては。あの、損切りでもいいんで、僕はさっさと現金に変えたほうがいいんじゃねえかって思ってます。あの、そこは当分来ないです。あの、 まあ多分大暴落した後のリバウンドはあると思うんだけどでだけどリバウンドもあの7がけみたいな感じでちょこっと途中まで戻ってでそ今度リアルに悪い指標がいろいろ出てきてまあコロナウイルスの関係もあるしまあねその信用不安とコロナウイルスといろいろだわねあと何砂漠飛びバッタとかの話もあったしね あれもね、中国、中国大丈夫なのかなっていう感じはあるけどね。あれ、バッタの群れっていうのは多分ね、あのー、南の方に行くと繁殖とかの時にカビがついて、なかなか繁殖できないと思うんだけど、まあ、そこそこ乾燥してて、でも湿気もあって、みたいな、そういう状況だと思うんだよね。もともと砂漠に住んでるバッタだから。あれもやばいしね。 まあ、やばいって言っても、結局、ヒマラヤは越えれないからね。ヒマラヤ越えれないと、例えば、その、バングラディッシュとか、あの、そっちの方を経由してっていうとなかなか中国の方に向かわないんじゃないかっていうふうには思うんだけど。まあ、で、それ、それこそタイとか、ベトナムとか、そっちの方に行くと、なんか、割と多質なイメージがあるんで。そうすると、 まあ止まりもするし繁殖も逆にできないんじゃないかっていうまあそういう期待はしてるんだけどまあ何はともあれドイツ銀行っすわねアメリカ株もサーキットブレーカー2回まあサーキットブレーカー自体がねもうすごいけどねねまあそ,そんなことそんなこんなんだけどサーキットブレーカーってなんかねあのロボット対戦とかの必殺技みたいだよねなんかなんか名前かっこいいよねっていう そんなんはあるけどうーん僕もねあのー、本当にあの株あのー、やってたんだけど今回は本当に読めないコロナウイルスだけならともかくとして本当にドイツ銀行のあれはいやだから下手したらあのー、これ前日あのー、だ ニューヨークダウがかなり下げたんだけど、まだ下がる可能性も、うん、てか下がる可能性の方があるんじゃないかって思ってるぐらいに、これはやばい。何系円とか、そんな感じのあれがあったんだよね。デリバリーブ取引を持ってんだよね。だってあのリーマンショックの時と一緒で、そのリスクの高い資産を、今度は銀行が持っちゃってるから、 であのー、ドイツ銀行の資産ってどのぐらいかな2兆5000万5000億ドルぐらいじゃないかなと大体は思っとるんだけど2兆まあ2兆5000億から3兆の間ぐらいじゃないかなのとこが破綻まあ事実上の破綻まあ国としてもねあのー まあドイツ銀行っていうのはもうドイツのナンバーワンの銀行でまあ日本とねドイツっていうのはまあ経済規模がほぼほぼね似たような感じでまあ日本がね世界3位ドイツが世界4位っていう感じだと思うんだけどそれの一番でかい銀行が破綻するっていうね だからまあ日本で考えたらまあ三菱 UFJ が破綻なんか <laughs> なんかそう言うと別に他の銀行あるし大丈夫じゃねえかななんて思っちゃうのはやっぱちょっと素人考えだよねいやーえぐいえぐいでねもうこん今回に関してはもうどうしたらいいかっていうのとか もうあのー、全然あの思い浮かばないからねあの何年か前にあのギリシャが破綻したっていうのとあのレベルが違ううんあのギリシャって国が破綻したわけだけど結局あれなんとかなっちゃったのよなんだけど今回は銀行の破綻だけどそれこそあのー 国が何個か連鎖的に破綻すると思うそのドイツドイツ銀行の破綻のせいで <laughs> そのぐらいやばいあのー、だからね銀行も連鎖破綻みたいなこともあるだろうしそれこそまあ信用不安だもんでそのまたね あのリーマンショックの時もそうだけどその借金して家買ってるみたいな人たちが払えないっていうのは焦げ付いてどうたらこうたらみたいなあのー、まあ同じことを繰り返してんだけどまあ10年だよ、ね、10年一周期みたいな感じだよねあのー、ちょうど <laughs> 10年なのか12年なのか11年なのか分からんけど大体そのぐらいで歴史は繰り返すだよね <laughs> ほらあのーね、ヤフーとかが上げた、ね、ヤフーの株とかが上がってるその IT バブルみたいなのがあってそれも、ね、何週かしてでビットコインのバブルみたいなのもあってやっぱこうやって歴史は繰り返していくんだねって思うと面白いただその今回に関しては、まあ、まあ日本もねちょうど下り坂の時に当たっちゃってるからね 本当にこれは、あの、うちの会社、もうね、今んとこ全然何の問題もないんだけど、それこそ、一気に不景気が来て、仕事がなくなってっていう、そういうことも考えなきゃいけないレベルで、<coughs> うん。だから僕もね、その、いろいろ考えなきゃいけないと思うね。あその、身の振り方、まあ、振りようがないんだけど。 あとね、あの、YouTube のね、動画配信者の方もね、結構ピンチなのかもしれないよ。これ、収益性、収益が、ね、収益化してる人たちでも、あのだってネットに CM 載せたいっていう会社がいなくなっちゃったらさ、お金は入んないんだよ。で、例えば銀行とか、なんかまあ、金融機関とか。 消費者金融とかあのそういうとこがとかは多分単価の高い CM を出してくれてたはずなんだよだからそういうとこがなくなりゃ単価が安くなるしでそういう、ね、単価が安いやつが, <laughs> がいくら CM 入ったってね収益としては、ね、安くなっちゃうからね <laughs>、うん で他の会社だって連鎖倒産とかはま,まず間違いなく、うん、来そうだよなぁ。怖えよなぁ、ほんと。あの、今回に関してはもうほんと予想がつかない、うん。うん。幸せの靴もういらないっす。<笑><笑>まあねー。 かこうやってダラダラしゃべるだけで本当にもう結論は全く出ないまんま終わりなんだけど何分ぐらいしゃべったか <laughs> で一応ねその動画あのストックはあるんだけどあの上げずに上げずに撮っておいた旅動画だけになっちゃってで、うん、カメラを今ねその行き帰りがなかなか。 <laughs> 大変な職場ってとであとあの普通の乗用車に4人ね人乗せて5人乗りで行ってるのもあってカメラもなかなかね置いてけないし撮影の機会もないっていうことでうんなかなか難しいね動画をねそのコンスタントに出し続けるっていうのはね、うん、いやまあしゃべるネタはね本当にねそのコロナの話もそうだし そのね、今回の不景気っぽい、ね、で株価暴落の話もうそれ以外にも,も,うそもう会社の話も含めてあので僕のダイエットの続きとかねあのもうそんなくだらないものも含めてめちゃめちゃいっぱいあるんですけどねただ、うん、もうこれはどうしようもない。うん で休みがね、次来るかってね、次次の週はね、もう仕事なんですよ、あさってか、うん。で、えー、っと、だから3月の20何日になるのかな、その次の週の日曜日が。まあ、その時に休みが来ればいいけど、うん、ただ、おーおー遊び人の遊びで回復なんてあるんだ。へへへへ。 なんか遊びにさっきハグレメタル一撃で倒してたしなんか遊びもなんかすごいないろいろあるんだなまあこんな感じでまあグダグダだけどとりあえず動画を上げたいというのも込みでね雑談動画なんですけどこんな感じで終わろうと思います以上パチオでしたバイバイハグレメタル倒せたら そこ,そこできし締めたいけどああ逃げたー終わりにしまーす。